経済学部の山本正道です。名古屋商科大学の経済学部では広く経済、政治、法律などに関する科目を通じてビジネスを学ぶことができます。本校には大手企業や専門機関の出身者など多くの実務家教員がいます。私もニューヨーク州弁護士として国際経験を積み、直近では LINE 株式会社の法務部長をしていました。このような実務家教員が一般的な教科書ではなく、実際の問題を扱ったケースを使用して実践的な授業を行っています。また経済学部には2つの特徴的な専攻コースがあります。1つ目の公務員コースでは試験対策、個別指導など充実したサポートを行っています。2つ目の行動経済学コースでは心理学と経済学を掛け合わせた実際のビジネスに役立つような学びを提供しています。私は法学概論、民法、ビジネス法などの法律関連科目を担当しています。特に実践的な学び、参加しやすい環境、面白い授業の3つを心がけています。まず実践的な学びのために本校で全面的に取り入れているハーバード流のケースメソッドを活用しています。例えばビジネス法の授業ではホテルの食品偽装のケースを通じて法令違反が起こる理由や再発防止についてディスカッションをしています。次に本校では学生が自ら考え発言していくアクティブラーニングが重視されていますが、私の授業でもスマホアプリの活用などですね、学生が参加しやすくなるようなさまざまな工夫をしています。そしてさらにできるだけ身近なテーマや実際に見える教材を使って楽しく学べるようにしています。例えば民法ではドラマの半沢直樹を使って債権債務の仕組みを学べるようにしています。私の長年の実務経験はこうした生きた法律を教えることにはもちろん、セミナーでメンバーの個別個性に応じた進路指導をすることにも役立っていると思います。大学を選ぶときには大学の特徴、特にそこで何が学べるのか、自分がどう成長できるのかをしっかり見極めてほしいと思います。その意味で本校は国際認証、ケースメソッド、アクティブラーニングと本校ならではの特徴を持っています。私の授業では多くのケースを通じて身近な法律問題を楽しく真剣に学ぶことができます。例えば学生からは学ぶことが本当に楽しく、一度も寝なかったのは初めてですという、正直なコメントをもらったこともあります。オープンキャンパスでの模擬授業なども実施していますので、ぜひ本校ならではの学びを体験してみてください。名古屋商科大学で皆さんをお待ちしています。